か最近全然飲み行けてねえな。確かに金あったらいけるんだけどね。あ、そういえばさ、前この辺来た時500円貸したよね。あれ返してほしいんだけど。え、そうだっけ。いつ映画見に行った時ポップコーン割り勘で1個買ってさ、今細かいのないから後で払うって言って。え、いつ頃。あのコナン見に行った時だから去年の4月ぐらい。あー、コナン見に行った時か。なんかあったかも。そうそう、あったでしょ。あー、思い出した。そうだ、あの映画見た後ゲーセン行った時だ。そうそう、500円貸したよね。そうだ、借りたわ。よく覚えてるな。うん、返して500円。あ、そうだ、思い出した。で、ゲーセンでお前がワンピースのフィギュア欲しくて5000円ぐらいぶち込んだんだ。そうそう、よく覚えてるね。で、挙句の果てに帰りの電車賃ないとか言って俺が1000円貸したんだ。懐かしい。そうだっけ。そうだよ、懐かしいな。懐かしいね。まあ、俺の500円は別に返さなくていいけど。ん？500円はまあ1年半も前のことだし、いいよ別に。いや、よくないよ、返す返す。いやいや、大丈夫大丈夫。うん、500円ぐらいいいよ。いや、返そうよ、お互いに。全然いいけどね、俺お金困ってないし。何その感じ。いや、お前あれだろ、俺に1000円借りてること思い出して500円の方なかったことにしようとしてるだろ。ん？どういうこと？自分の500円を返してもらわないことによって俺の1000円も返さなくていい雰囲気に持っていこうとしてるだろ。いやいや、そうは言ってないよ。いや、そんな空気にしようとしてるじゃん。もともと500円返してほしかったけど1000円貸してること思い出して、あ、俺損するじゃんってなってるじゃん。いやいや、だから貸し借り自体なしにしようとしてるだろ。いやいや、別にそんなお金に困ってないから。困ってるだろ、必死で500円守ろうとしてるじゃん。500円くらいね。言っとくけど、お前が500円受け取らなくても俺はお前から1000円返してもらうから。いや、そうするよ。いやいや、俺は500円返さなくていいよって言ってるのに。へえ、お前は、へえ、1000円を、へえ。やめろそのへえってやつ。とりあえず俺が500円借りて1000円貸してるから、俺が500円もらえばいい話だから。はい、500円返して。待って、500円くらいでよくない？500円ぐらいって、そもそも1年半も前の500円ぶり返してきたのお前だから。いやいや、500円くらいでうるさいよ。ああ、この時間あったらバイトでもして500円稼いだ方がいいのに。お前バイトしてないだろ。バイトしろバイト、金ないんだから。いいいいいい、そんなそんな。なんで謙遜してる感じ出してくるの。バイトしろよ。いや、バイトはもういい、クビになったから。クビになったんだっけ。そうだよ、バイトクビになった日お前一緒に飲んだじゃん。そうだ。で、俺ベロベロになってタクシーで帰るってなって、俺がタクシー代1000円立て替えたんだよ。あ、俺1000円借りたんだ。返して500円。